い、皆さんこんにちは、メガミックスです。スーパーロボット対戦 V では続きをやっていきたいと思います。ボーナスステージを、2つクリアして、強化パーツがねまたちょっと増えたので、強化パーツを組み直しました。まあここら辺の作業はね結構時間がかかるものなので、まあ裏方でやっているんですけれども、基本的には移動力6で合わせてあるかな。でやっぱりねこの薬ガンダムっすね、デフォルトで移動力7あるので、こいつはねかなり移動力がある部類に入りますね。まあなんだっけ、ミノスキードライブだっけ、ミノスキーユニットだっけ、積んでるからかなっていう感じなんですけど、基本的にねモビルスーツ系は全部デフォルトが移動力5なんで、まあ、その中での移動力7っていうのはかなり強い部類に入ると思います。じゃあ次のマップへ進んでいきましょう。ターミナルコロニーアマテラス、ヤマト格納庫、お、比較調査してみたんだ。同じか違うか、あ、別物か。偶然の一致、まあ、ちょっと違う世界っていう感じかね。ああそういうことね。いろいろ事情があるんだよ。いやいやいや、君も十分残ってるよ。さりげなくひどいこと言うね、扉はって。新勢力の始まり、初めて役立つ時が来たって。めちゃくちゃ長くなりそうだな。インベーダーあるんだ。だからこれも世界が違うんだよ。難しい話になってきたな。あんまりね風呂敷をね広げすぎてもね、ちょっとわけわかんなくなってくるしね、つじつまが合わなくなるし、回収できなくなるっていうのがね一番あれですからね。
火星極寒遺跡、火星の後継者本拠地。火星の後継者って人員どれくらいいるんだ？演算ユニット更新システム。第21話決戦、火星極寒遺跡。戦艦は4隻全部出るか。例によって主人公機から出していくでしょ。であとはダブルゼータ、ニューガンダム、クスイガンダム、X ファン、F91 は好きだから出すでしょ。ディスティニーちょっと一回置いといて、ストフリー、ダブルオクアンダサバーニャ、マイトガイン出してまたちょっと足りなくなってきたぞ。ブラックゲッター、グレートマジンガーは絶対出す。あと1機か。あと1機とくれば、じゃあゼータかな、期待的にルールクが乗ってるっていうところはあるけど、あとはご自由にどうぞ。誰がどの世界だったっけ、忘れちゃったな。こいつらはもう別にここの世界だよな。ヤマトはね、もともと移動力6あるからいいでしょ。戦艦がね、みんな移動力低いんだよね。5しかないから。まあ、全員一応強化はしてあるけど、多少やっぱり攻め込んで、あとは戦艦中心にっていう方がいいのかな。アムロとかね、一人突出させてもいい気がするんだよな。やはりね、伝説のエースパイロットは鍛えたくなるよ。そう、呪道は、なんだっけ、フォースリアクターをつけてるんで、気力が初期状態で120。だから、え？
違う、125アロン。なんでそんな高いんだ。あ、そうかそうかそうか、闘争心ついてるからだ。まず通常状態で110でしょ、でフォースリアクターで10上がって120でしょ、で闘争心がついて125か。すげえな、そう考えると。初期状態技力110っていいよな。これはもうこれを選択して全然間違いはなかったと思うんだけど、他何だったっけ。もうちょっとだけ舞台を揃えるか、次のターンで。撃てるやつだとグラビティブラスト、最初の方はもうサクッとやっちゃいましょう。ニューガンダムはもう前に行こう。完全スタンドプレーだな。段差があるとね、1マスの間隔がね、よく分かんなくなるんだよね。で、劣化を打って、ダナンは無理か。F91 はここら辺に置いとくか。で、ここ。クレットマギンがこっちでいいか。マイトガインはここ。ヤマト、超強い。何もんだマジヤマトとか。ここら辺にするか。ここクワンタはここに置くか。どうしようかな、アキトも前に出そうか。アキトとニューガンダムはスタンドプレイに走ろう。でこいつは結構射程があるからここに置いといて、こうでしょ、でダブルデータなんかそこに置いとこう。テストフリのグルンガスとブラックゲッター、ちょっとゼータガンダム一回変形しようよ。若干遅れてんな。よし、当たるのは当たるね。命中率はそこまで高くないけどな。いや、これあれだな、自動反撃はディストーションフィールドのこと全く考えられてないな。ギリギリかなって思ったらちょっと考える必要があるね。エネルギーはね、どんどん減ってるけど、アキトは外部アンテナつけたんでビームサーベルで絶対無理でしょう。ファンネル使おう。空間の歪み、もしやドラゴン、
変なドラゴンがいるよ。なんだあれは。そうか、草壁は知らないのか。ドラゴン相手をするやつだ。誰も出してねえかな。これからも何か起きるかわからん。なるほど。まずはまあ戦艦で叩けるやつを叩こう。このターンも一旦ここで待機でいいでしょう。で戦艦の撃墜数はねなるべく上げていきたいからね。バッタちゃんを獲物にして、射程の短いスーパーロボットがどういけるか。サンダーブレイクが入るね。ブラックゲッターとかちょっと遠いか。これ全開してるよね。あ、すげえな。奴らが来る。いや、そりゃ覚えてるでしょ。お前しかいないからな。よし、サイコフレームが発動した。オールレンジアタックなー、もう一個欲しいよなー。で、これこそ、あれ、無理だ、ビームサーベルでいこう。バズーカで倒そうかと思ったけど。さて、じゃあゼータガンダムは変形させて、ブラックウィッターは無理か。であとこっから届くやつ、入った。無理だな。何、グラビティブラスト。さすがにちょっと射程は長めか。あれ、ドラゴンの方に行った。なるべくお金にしたいのに。うわ、完全に向こう行ってんな。あっちで戦闘が始まってしまった。
ドラゴンの方が強いね。ゲッターストライク。ゲッターはね、結構エネルギー食うからね。あ、狙ってきた。これは無理だ。さてさてさて、じゃあちょっと向かうやつは向かうか。なでしこよりはダナを向かわせるか。ドリルプレッシャーパンチ。これが偉大な勇者、グレートマシンガーだ。30% あったからな。スクリューブ結構射程が長いな。人を襲うのなら戦うしかないじゃないか。どうする？ナイトガインとか確かこいつ家族あったよね。よし、これでいこう。マイティースライサー。巨大な相手にひるんでちゃヒーローは務まらないぜ。切り裂け、マイティースライサー。ちょっと残ったんだけど。この程度のダメージならまだまだ余裕だ。倒したい、あいつは倒したい。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。こっちの舞台はもうこっちに任せるか。こいつも加速持ってんだよね。よし、行こう。ロッシュセイバーだな。ドラゴンと戦うことになるとで、なでしこが完全にピンになってしまったな。敵 AI は単純な思考様式で行動します。グラビティブラスト発射準備。スタンバイ OK ですよ、艦長。ハーニー君、今です。兵器にはなってないな。なんかの作品で移動後に撃てた気がするんだけど、気のせいかな。ここはもうスーパーエース軍団に固めるか。挿し木 61%。 ここから精神コマンド撃てるね。必中。1番2番前方の敵に照準合わせ。
目標を捕捉した。照準よし。撃て。ターン。やっぱヤマト強い。本当に強い。ゲッタービームしか届かないか。まあいいや。打ちのめしてやる。ハイメガで、あ、こいつも減ってんのか。やっぱロックオンストラトスの援護射撃を有効に使わないとね。とか言われてもさ、いまいち効果がわからん。トレミーが先行します。 GN キャノン、いつでも行けるです。あいつは頼むぜ。 GN キャノン、発射。動いてこないだろうな。よし、このターンを終わり。おお、マイトガイン狙ってくるか。ここではドラゴンと火星の後継者の戦闘が繰り広げられている。2発で落ちるね、ドラゴンの攻撃。ロッシュセイバーか。弾数的には引っ張るから、スラッシャーで確実に叩く。あれ、こいつら6人衆全員じゃん。さすがと言えるだろう。痛い。これはちょっとアキト集中あたりを次にかけとくか。木蓮軍団がやられていく。このドラゴンも大丈夫か。援護に入っても特にバリアで強化できるね。ブラックゲッターは攻撃できないのだよ。さて、ちょっと一旦セーブをかけて、アキトがな、少しヤバめだからな。集中ないんだ、不屈ラナスをすると。で、排除できるやつは排除しよう。確実に当てる。感能を自分にかけるか。グラビティブラスト大丈夫っしょ。ハリー君、頼みます。僕だってやるときはやります。
思い浮かべ。データリンク開始。解析結果表示。いけますよ艦長。グラビティブラストの発射を。新たなる秩序は。完全にやられたかな。脱出したんだかしてないんだかよくわかんねえかな。オレンジアタックを使おう。いや、パンデルでいいか。そこだ。行け、インファンネル。落ちよう。次こそはって言ってるね。次があるの。こいつも倒せるでしょ。返すぞ、これまでの借りを。前回の最大戦争。大将。ああ、下がるぞって言ってるから、まだ生きてるか。こいつはこっちへ叩き、こっちだな。やってみせるさ、俺だってな。ポジタロンカノンを使う。敵軌道についた。待てよ。なんだ、戦いはこれからよ。どうすっかね、こいつを。まずはやっぱりヤマトだな。3式なんとかって 53% か。必中かけよう。主砲切り替え。主砲3式弾に切り替え。主砲3式弾に切り替えた。1番2番前方の敵に照準合わせ。目標を捕捉した。照準よし。撃てい。た追いつかれた。追い抜かれたわけじゃねえ。イライラさせてくれるぜ。まあ、そりゃね一回も攻撃してないうちにもうここまでヒットポイント減らしたからな。キラヤマト、スーパードラグーン、97、54か。この直感一回使っちゃおう。数が多くたって。数は多くないけどさ。宇宙船を挑むつもりかよ。こいつでしまいだ。よし、剣弾撃ち尽くせ。おお、またなんか。別に何もしてねえだろ。
じゃあ、だなんで、まず先に後継者を、やるか、このドラゴンを倒すか、一応1万まで減ってんのか。相手が何者であろうと、やることは決まっています。発射管扉を開放。はいはい、マン。発射管扉開放。巡航ミサイル発射。巡航ミサイル発射。はい。沈める力はないようですね。で、少し前進してグレートマジンガーだな。サンダーブレイク移動後に打てないっていうのがちょっと痛いよな。やるときは徹底的にやる。こいつで燃え尽きろ、ブレストバーン。スーツ部隊だからな。ここは結構厳しいな。きついといえばきつい。派遣するか、主人公機を。とりあえずこいつから倒していくか。無関係な人を巻き込むようなやり方なんて、このタイミングなら行け。たぎるというもの。敵のエースを叩けば戦局も傾く。伊達に修羅場をくぐってきたわけじゃない。デフェスバーで貫けば終わりかな。こいつは強力すぎる。どう、微妙な数字だな。 20% か。まあ当たらないことを信じて。データを取るにはうってつけの相手だな。行け、リップスラッシャー。何、戦いはこれからよ。無念の炎に包まれよ。行けばいいなら当然だ。で、マイトガイン、あんまり近づきたくないからな。マイティースライスまで倒せっかな。直感。お前のバリアは俺が打ち破ってみせる。少し距離があるか。こういう時はマイティースライサーだ。全然ダメだ。差し違えてでも勝つぞ。金持ちの道楽に付き合ってはいられぬ。そうくるのは分かっていた。進めるのは進めとくか。全然活躍してないな。みんな、お、激ガンガーみたいのを持ってたぞ。ごわ、さすがだ。やばくね？大丈夫か？ハンドカノンしか当たらないか。もうちょっと近づこう。
ちょっと待って、ちょっと待って。ドラゴン。よしよしよし。かわせ。かわすんだ。おお、バリアでなんとかなった。マジか。ドラゴンにやられたか。かわせ、かわすんだ。178はもう無理だよ。強化パーツとか持ってたか持ってなかったかすらわからん。必中に幸運をかけよう。で、縦一文字切りで。さよなら。いろいろピコンピコン言ってんね。で、あとはどうすっかだよな。援護攻撃ができるやつからちょっとこっちは集中かけて。リークアクションは無理か。こっちの緑ドラゴンから倒していくか。減ってるやつだな。金剣ドラゴン仕掛ける。ビームライフルがダメか。バスターで倒そう。人を襲うのなら戦うしかないじゃないか。で、巡洋艦ミサイルだろ。艦長、真正面に大物がいるようです。おあつらえ向きの獲物というわけね。垂直発射管扉を開放。発射管扉を開け。トマホーク発射。はいはいマン、トマホーク発射します。カンナが沈んでいるところですな。ええ、でもこの子は波ではないわ。クレートマジカちょっと地上に落としてサンダーブレイクと。バルカンって本当大丈夫か。まさかドラゴンと戦うことになるとはな。超強え。どうすかな。まあどっちも同じ感じか。まさかドラゴンと戦うことになるとはな。行け、リープスラッシャー。でかい重力か。少しは僕を驚かせてみてはどうだ。いや、重力波なんて十分驚くだろう。で、あとはこいつだけか。ちょっと待つ。アムロを直撃じゃなくて突撃させるか。スマッシュヒット、オールレンジアタック。北信州は遠目。北信うまい。うつしおくの別れをすまぜ。これで諦めてくれればいい。みなすか、これだけの攻撃ならば。
ダメだ。これが戦場の空気だ。で、あと接近用の機体をまた放り込んで、発動率がすげえな。散りゆくが何時の定め。対応してみて。対象を破壊する。バランザ行くぞ。こいつアクションのスマッシュヒットでディストーションタックルで倒せっかな。なんか微妙な感じがすんな。ちょっと待って、 41% しかない。我が野戦攻撃存分に味わう。今何時は行く。あ、やべ、やられた。もうアキトにこだわる必要はないか。必中不通。我が野戦攻撃見切れるか。やっと。トランザム。ここまでの力を与えた。1395なら確実にいけるでしょう。直感だ。まったく祝福かけよう。闇より暗い底へと落ち、うつしよこの別れを済ませる。クルキ、お前だけは俺の手で倒す。フィールド最大出入れても遅い。今度は引くしかあるまい。お、外部重力がアンテナを手に入れた。まだ戦いは続くか。しぶといね。誰これ。ドラゴンが厄介なんだよね。ドラゴンが。集中で十分だな。なるべく援護が入る状態で。
これ宇宙なんだ。まあ、そりゃそうだよな、火星だからね。いや、ほんと硬いわ、こいつら。まあ確かにね、宇宙にドラゴンが現れたってのは報告しないとダメでしょう。ドン・ザウサーミさん、ここにユニットはない。やられるな。空間に歪みを観測。戦闘はなんだ。クロスアンジュはちょっとわからんだからな。ん？いけない、退避を。やつは敵同士だ。また飛ばされんのか、これ。格闘アップ、命中アップ、ダッシュ。あれ、ダッシュって獲得しましたってどういうこと？もう持ってるってこと？くれたの？プラント、アプリリウス氏、ラックスクライン執務室。
反応を絶ったっていうかな。神聖ミスルギ公国。暁の部屋と一緒じゃねえかよ。あれジブリールじゃないか。大爆発したんだ。エンブリオ。何キャラ？通算獲得資金300万、ゲインメーター。とりあえず機体的にはまあ全員いるか。ファクトリーちょっと覗いてみようか。現在の状況不明。はあ、ここら辺はとりあえずいらないから、じゃあちょっと話的には一区切りついて、また次のでかい話が進みそうですけれども、第21話、これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。